ポケット一杯の幸福は1961年に公開されたアメリカ合衆国の映画である。フランク・キャプラ監督の最後の作品であり、主演はグレン・フォード、共演にベティ・デイビス、ピーター・ホークほか、ジャンルはコメディ、ファンタジー、ヒューマンドラマである。同監督作品、1日だけの淑女のセルフリメイク作品でもある。本作でピーター・ホークは、 アカデミー助演団優勝にノミネートされた。1930年代初頭、クリスマスが間近なニューヨーク。同地で若くして暗黒街のトップへと登り詰めたギャングのボスデーブ。彼は長年誰にも明かさぬ秘密を抱えている。それはリンゴ売りの貧しい初老の女性。アニーからリンゴを買うとどういう危険なことでもうまく乗り切れるというもの。兄にとって唯一の慰めは 離れて暮らす娘からの手紙。以前から自分の貧しさを恥じ、手紙では身分を偽り、町の名士たちと日々面会し、高級ホテルを住みかに忙しく活動する宿女であると、娘に書き送り続ける兄。そんなある日、兄からの手紙の内容を完全に信用し、スペイン伯爵の子息と結婚式を挙げることを知らせ、兄とも引き合わせたいと返信をよこす娘。 このままでは嘘がばれ危うくなってしまう娘の将来。兄の窮地を知り、デーブはこれまでの恩義に報いようと、ギャングの手下たちと共に一肌脱ぐことを決心する。前作、1日だけの淑女から約30年近く経過したリメイク作品で、本作ではヒロインの老女中心の視点のみではなく、ギャングたちの視点からも描き、 暗黒外の構想とショービスの華やかさを克明に描写した成果、アクションシーンも大幅に増えた。また、共演陣も、ベティ・デイビス扮した老女役のほか、ギャングの狩猟の側近ジョイボーイ役で出演した、ピーター・ホークは、一時、監督のキャプラに対し、自分は演技者であり、コメディアンの真似事はできないと、舞台で培った演劇エリート前としたプライドをぶつけたが、 キャプラが肩の力を抜いてもう一度コミカルをシリアスに演技すればいいと絶妙になだめたことから新境地を開くきっかけともなった。この作品を意識して香港で再びリメイクした作品がジャッキー・チェン主演の奇跡・ミラクルである。ここでは出稼ぎに来た青年がひょんなことからマフィアの構争に巻き込まれて狩猟に担がれたというストーリーで始まり、 リンゴ売りの老女が花売りの老女に設定が変わっている。フランク・キャプラ監督は当初主人公デーブ役にディーン・マーティンかフランク・シナトラをまたクイーニー役にシャーリー・ジョーンズを希望していたがグレン・フォードがデーブ役に決まり映画に出資することになるとフォードは当時の恋人ホープラングをクイーニー役に押した。 撮影期間は1961年4月20日から同年6月まで。リオブラボーでマーティンの役名はデュード本作のフォードも周囲からデュードと呼ばれている。ありがとうございます。